皆さんこんにちは。今回はテレビでブチ切れた芸能人を7名ご紹介します。放送事故とも呼べるほどの衝撃的なブチ切れエピソードを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。大竹誠さんはお笑いタレントであり、元から暴言の多いイメージがありますが、テレビでの収録中、スタジオの人たちを本気で怯えさせるほどのマジ切れを披露します。大竹さんがマジ切れした相手は山瀬まみさんであり、1988年タモリのいたずら大全集で2人は共演。当時18歳だった山瀬まみさんはこの時プライベートで失恋をしていたらしく、事前に恋愛話 NG も出していたそうです。しかし収録中、大竹さんはそのことを無視し、山瀬さんに向かってお前失恋したんだってなと発言。それに切れた山瀬さんは逃げる大竹さんを木の板でぶったたきましたが、さらにそのことに切れた大竹さんが山瀬さんのことを押し倒し、ショートパンツを剥ぎ取りました。すると山瀬さんは倒れたまま泣き出してしまいました。この時周りは笑いながら彼女をなだめており、すぐに泣き止んだ山瀬さんは暴れたことでマイクを壊してしまった大竹さんを見て、マイク壊してんじゃねえよと怒鳴りつけると、大竹さんはいきなり壊すっていうのはこういうのを言うんだよと言い、スタジオのセットを次々と破壊しだしました。スタジオはついに笑い事ではないと察知し、近くで見ていたお客さんも本気で怯えている姿が映されています。この事件から20年もの間、大竹さんは日本テレビの出演を禁止、山瀬さんも大竹さんに対し出演 NG を出しています。つまみ枝豆さんはお笑い芸人であり、ビートたけしさんの弟子によって構成されたたけし軍団に所属。またビートたけしさんの番組や監督作品にも出演し、俳優としてドラマや映画などにも出演しています。そんなつまみ枝豆さんは過去には暴走族右翼団体に所属し、ソ連領事館を襲撃したりして逮捕されていたこともあったそうです。そんな凶暴な性格からたけし軍団の中でも恐れられているつまみ枝豆さんですが、2022年7月21日に放送された水曜日のダウンタウンでとんでもないブチギレをかまします。水曜日のダウンタウンは過激な企画が多いですが、この回の企画は突然マネージャーから鬼越トマホークのうるせえなのくだりを食らったら意外とシリアスな状況になっちゃう説というものでした。ターゲットであるつまみ枝豆さんは仕掛け人である新人マネージャーが取っ組み合いの喧嘩をしているのを目の当たりにし止めに入るのですが、新人マネージャーにうるせえな、たけしの話じゃなくて自分の話で笑い取れよとダメ出しされると、つまみ枝豆さんはおい小僧もう一遍言ってみろこらといきなりブシ切れモード全開。さらにおめえよまあいいや100歩譲って許してやるよ、でもよ俺の前でよたけしって言うな、たけしさんだろこらとヒートアップし、現場は修羅場と化しました。その後鬼越トマホークの2人がドッキリだったことを伝えると、つまみ枝豆さんは笑顔を取り戻し、ちょっとイメージ悪くなってますよねと慌てて取り繕っていましたが、あまりのキレっぷりにスタジオ中は凍りつき、ネット上でもガチでやばいと話題になりました。上田晋也さんは高校時代にラグビー部で出会った有田哲平さんと意気投合し、お笑いコンビを結成。後にクリームシチューとしてブレイクします。その後は様々な番組で MC を務め、どんな場面でも任せられる司会者として評価されています。そんな安心して見ていられる上田さんですが、自身が MC を務めている番組、今夜は謎トレで相手をぶったたくほどのブチ切れをかまします。切れた相手はハイテンション芸でおなじみのサンシャイン池崎さんでありました。ブチ切れ事件が起きたのは2017年8月1日。この日はクイズの答えが分かった人は挙手をし、上田さんがメガホンを耳に当て耳打ちで回答するというスタイルでした。サンシャイン池崎さんは分かりましたと挙手をし、メガホンを耳に当てた上田さんに答えを言うと思いきや、芸人として爪痕を残そうとしたのか、思いっきりイエーイと自身の得意ギャグを上田さんの鼓膜に食らわせました。それに驚いた上田さんはすぐさまサンシャイン池崎さんの頭を何してんだと言いながら拳で殴りかかります。スタジオは笑いながら上田さんを止めていましたが、上田さんはクソボケがと怒りをあらわにし、当時ネット上では衝撃映像だと話題になりました。大島美幸
大島美幸さんはお笑いトリオ森三中として活躍し、放送作家の鈴木治さんと結婚しています。そんな大島さんですが、2013年に放送されたバラエティ番組10匹の子豚ちゃんに出演した際、キングコングの西野亮廣さんにブチギレをかましています。以前、西野さんはツイッター上で大島さんの旦那さんである鈴木さんが執筆した小説芸人交換日記イエローハーツの物語に対し、ちっとも面白くないし、都合よく乗っかる芸人はもっと面白くないですねとツイート。このツイートを読んだ鈴木さんはひどく傷ついたようで、このことに大島さんは番組で共演した西野さんに対し、旦那を悲しませた西野、お前に言ってやる、お前な全然面白くないんだよと怒りをぶつけました。さらに、誰も怒らないかもしれないけど私は怒るよ、謝罪つったら丸めてもらわなきゃね頭と、どんどんヒートアップ。後日アメトークで西野さんと鈴木さんが共演した時、西野さんは鈴木さんに対し土下座をし、楽しませなきゃいけない立場なのに悲しくさせてしまってすみませんと謝罪。西野さん曰く、問題のツイートをした時、南海キャンディーズの山里亮太さんと2人で飲んでいたそうで、当時大ヒットを記録した映画ワンピースフィルム Z を芸人たちが絶賛しているのはどうかと思うという話題になり、その流れから酔った勢いであのようなツイートをしてしまったそうです。西野さんが謝罪したため大島さんの怒りは収まりましたが、このようなブチギレから旦那さんへの愛が伝わってきますね。長野さんは高校卒業後専門学校に進学しますが、中退しお笑いの道へ進みます。オーディションに合格しホリプロに所属、芸能界デビューを果たしますが、君の芸風はホリプロではないと言われ、所属契約の解除を通告。当時のマネージャーからは、お前のことが好きだからクビとは言いたくない、頼むからお前からこの事務所を辞めるって言ってくれと泣かれたそうです。その後売れない期間が続きますが、ラッセンが好きのネタでブレイクしレギュラー番組も取得。しかしそのレギュラー番組にて長野さんは俳優の松本大志さんにブチギレをかまします。事件があったのは2017年10月25日放送のポンにて、松本大志さんはこの時出演していた舞台の宣伝のため学生服で登場。番組で舞台稽古中の VTR を流していたのですが、 VTR 中松本さんはポンとは違って役者の時は真剣になると発言しました。この発言に対し長野さんは、ポンと違って役者の時は真剣になるってポンなめんなマジでと松本さんに対し怒りを表し、2人は静かに接近。この時はまだブチギレモードではありませんでしたが、松本さんが演出の一環としてほんの軽く長野さんの頬をビンタすると、長野さんは本気で松本さんの頬をビンタしました。しかも一発ではなく二発目もお見舞い。松本さんは冗談半分として軽くビンタしただけなのですが、それにマジギレした長野さんに対し、視聴者からはあの程度で切れるのは芸人失格だと非難の声が寄せられました。しかし松本さんは放送後に、びっくりすることもありましたが、長野さんは優しいお兄さん的存在なんですと長野さんをフォローする動画をツイート。それでもなお長野さんに対する批判は絶えませんでした。吉村隆史さんはお笑いコンビ平成のぶしこぶしのボケを担当し、様々なバラエティ番組でも活躍されています。そんな吉村さんはウーマンラッシュアワーの村本大輔さんにブチギレをかましています。吉村さんは村本さんに共演 NG を出しており、1年以上会っていなかったそうです。そこまで2人の仲が悪くなった原因は主に2つあります。1つ目は村本さんが吉村さんの給料を許可もなくテレビで暴露したこと、そして2つ目の理由が、2人が沖縄のロケで一緒に仕事をしていた時のこと。その日の夜、吉村さんはある女性を自分の部屋にお持ち帰りしたのですが、なんとその部屋に村本さんが忍び込んでおり、2人の行為を盗撮していたそうです。それだけではなく、吉村さんが女性をお持ち帰りしていたことをテレビで勝手に暴露していました。またこのように村本さんが勝手に吉村さんのことを暴露するくせに、吉村さんには自分のことを暴露してはダメだと発言していたそうで、このような身勝手な考えについに吉村さんは村本さんにブチギレ、共演 NG を出し、楽屋でもつかみ合いの喧嘩をしたそうです。しかし2017年3月18日に放送されたさんまの向上委員会で2人は久しぶりに共演。番組の企画は2人の共演 NG 問題を2週にわたって特集し、仲直りさせるというものでした。さんまさんを中心に話は進められていきますが、2人は終始バチバチ状態。
吉村さんが外の条件として誰かの悪口を言うにしても相手が出演していない番組では言わないというルールを村本さんに提案すると、村本さんは守れないと返答。この態度に吉村さんはついにブチギレ、村本さんの顔面にパンチ、さらに逃げ回る村本さんにキックもお見舞いしました。結局2人の仲直りは成立せず、さんまさんは2人に対しお前らもう会うなと伝えました。島田紳助。島田紳助さんは元から切れたら怖そうなイメージがありますが、特に有名な伝説のマジギレ事件はオールスター感謝祭での出来事です。事件が起きたのは2009年のオールスター感謝祭。この番組は生放送であり、島田紳助さんは司会を務めていました。またこの年はお笑いトリオ東京03がキングオブコントで優勝し、彼らもこの番組に出演していました。番組は順調に進んでおり、番組の最中にシルク・ド・ソレイユが生パフォーマンスをスタジオ内で披露されていた時、それは突然起こりました。この時パフォーマンスのためスタジオの照明は暗くなっていたのですが、島田紳助さんが突然東京03のところに駆け寄り、彼らの胸ぐらをつかむと、お前ら舐めてんのか、潰すぞと暴言を吐きました。すぐにスタッフが駆け寄り紳助さんを止め、その後何事もなかったかのように番組は進行されましたが、東京03は全員うつむいており、明らかに普通の状況ではありませんでした。紳助さんが彼らに切れた理由は、東京03が紳助さんの楽屋に挨拶をしに行かなかったからだそうです。しかしオールスター感謝祭は出演者が多く、番組本番前、紳助さんの楽屋前には挨拶待ちの行列ができていたそうです。この状況に東京03はこの大人数の中自分たちが挨拶に行くとかえって失礼なのではないかと挨拶には行かなかったそうです。この事件は大きな話題となり、今でも東京03はこのことでいじられることも多いです。またオールスター高野祭2018秋では、この事件をパロディにして有吉さんが当時キングオブコントで優勝した花子につかみかかりネタにもしていました。いかがだったでしょうか。今回はテレビでブチギレた芸能人を7名ご紹介しました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。